麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第37期鳳凰戦 B1 リーグセレクト、第5節の戦いをお届けしてまいります。実況は私松田彩香が、そして解説は現鳳凰藤崎聡が務めます。藤崎さん、よろしくお願いしますよろしくお願いしますすみませんはい、それでは、早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。はい、まず1回戦チーチャー、この方です。現在はプラス 88.4 ポイント第2位の成績です。森下正人。続きまして、なんちゃはこの方です。現在プラス 68.5 ポイントは第3位石渡正史。シャーチャはこの方です。現在プラス 10.2 ポイント第8位の成績です。井出康平。最後ペイチャはこの方、マイナス 93.1 ポイントは現在第15位です。西島和彦。そして、2択ですね、はい、今日は、このスタジオの中で対局が行われるということです。もう2択はですね、別会場での、対局となっておりまして、最終4回戦は時間を合わせてのスタートとなっております。はい、それでは択組を見てまいりましょう。こちらになっております。はい、はい、放送対局はこの黄色い色のね、択がまずはこちらで、はい、放送されると。まあ、上の方の争いはね、まあ、おなじみとなりました最終節 ね、グリーンゾーンを争う2人の、ね、上位2人を決める争いになりますので、まあちょうどね、2位と3位が競ってる、もう一番大事なところが ね、あの最終節同卓ということで、ここを放送に選ばれてるんですけども、まあそうですね、順当にいくと新平藤原もね、藤原さんも直対なので、ここも言うても80何ポイントですか、はい、直対なのでね、逆転ありますので、まあ現状で言うと順当でいくとね、新平藤原で勝った方、 森下石渡で勝った方っていうのが順当なんでしょうけどね。ただあの、はい、柴田プロも井出プロもね、あの上位と同卓なんでチャンスはありますんでっていう感じですかねという感じになっております、はい、そのあたりを見どころに見てまいりましょう。はい、それでは早速対局にまいりましょう。第37期鳳凰戦 B1 リーグセレクト最終第5節1回戦東杯の開始です。はい、よろしくお願いします。立ち合いに古橋隆の合図によって1回戦スタートとなっていました。改めまして、ちーちゃより森下、なんちゃ石渡、シャーチャ井出、ペイチャ西島の並びでスタートとなっております。1回戦森下の親番ドラはトンです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最終節、まあ、2位3位のイルタクということで。そうですね、はい、まあ、ちょっとコロナの影響でね、普段だったらあの4択ね、16人あの狭い中に押し込めてやるんですけどねそうですね、はい、まあ、ソーシャルディスタンスということで、はい、今回は2択は別択ということになってますね。あの別会場、別会場での対局になってますね、はい、なんで今期はね、なんかかわいそうに B1 にいるんですけど、一回も放送オタクにね、そうなんですよ、登場してない方もいらっしゃるということで、はい、まあ、ついてないよね本当にね本来ならね、この最終節は1択ずつ、そうですね、はい、全択放送っていう感じだったんですが、はい、仕掛けを入れました石渡、チュンのポン、はい、ピンズの本一なんかも見ていますでしょうか。どうなんでしょうね。ローピンもポン、はい、これでいいシャンテン、まあ、ここまでくればそうですね、はい、まあただね、当面のライバル、まあ、一番激しいのがこの20ポイント差なんで、そうですね、はい、ここがね、はい、森下プロの親番なので、まあまあ、あの老僧重なっても OK なんでしょうけどもね、はい、まあ、この B1 リーグは前期後期とあって、比較的前期の方がまあ攻めやすいというか、はい、高級者は3人しかいないので、はい、これがね、後期になるとおなじみの6人後級というね、はい、これがまた熾烈な戦いですもんね、はい、あ、広く受けませんでしたね、はい、ウーソーはつもぎり石渡、うん、
まあ、森下プロとしてはね、逆に20ポイント勝ってますんで、そこでまあ半チャン1回分ぐらいの余裕はあるわけですからね、はい、その辺をどこまで余裕感じ取れるかなんですけど、上位陣ってみんなあのね A1、A2、まあみんな A1 の経験者ですか、ほとんどね、森下プロ以外ね。そうですね、A1 どころかみんな法戦を経験したことある人たちばっかりなんでね。確かに、はい、そんな中で、はい、若武者森下がどこまで頑張るかなんですけど、ここでいいシャンテン、はい、ただ実際20ポイント勝ってるってことはね、あのもちろん半チャン1回で変わる可能性はあっても、もう半チャン1回分ぐらいの余裕アドバンテージ持ってるわけですからね。そうですね、はい、そこで余裕、どれだけ余裕を持って戦えるかでしょうね。テンパ入りましたか。入りましたね。白短期でテンパ入れているのはなんちゃ石綿です。白は山に3枚誰も持っていません。まあただしょんぱいですから、カエルパイ来たらカエルでしょうね。まあ例えばドラだったりとかもドラになりそうですか。うーん、そうね、あとイースピンとかね、リャンウピンもカエルと思うんですけどね。白短期も積もらないとテンパにならないですもんね。そうですね、はい、現状みんな大好きテンパネ、テンパネテンパネ嬉しいですよ ね。 あ、これはシャー短期に変えました。残球と5人の違いって大きいですよ ね。 大きいですよね。しかもこのルール結構あの打点作るの難しいですからね、やっぱり。そうですね、はい、これでいいシャンテン森下と持ってきて、一旦急走の統一落としを入れています。ね、森下プロのスタイルからいくと、まあ、もちろんこれが普通なんですけどね、あの、はい、トーン勝負してもおかしくないと思うんですけどもね。ただまあかなり積極的な選手ではありますもんね。そうですね、ここら辺は、まあ、トータルポイントも、あー、ウーピン補充ですか、はい、でがここで仕掛けて石綿の上がりになりました。チュン本一3900の上がり、はい、井出が補充に回りました、うん、あの井出プロとしてはね、あの下の方の争いがほぼ関係ないので、はい、上2人を捕まえなきゃないので、もう今日はひたすら振り回していくんじゃないですか、ね、なるほど、そうですね。こちらはスタジオでね行われている2択目の択になりますね、はい、白鳥藤原、二平柴田君ですかね、柴田ですね、はい、はい、こちらはこんがり焼けたておなじみのね、こんがり焼けたでおなじみのパン屋さん二平、はい、プロが、まあ、だいぶ有利な位置にいますからね。そうですね、はい、あの121持っててもね、例えば3位の石綿さんと同卓とかだと大変なんですけど、まあ同卓の藤原さん4位ってね、まあ、卓組も、はい、80ポイント以上離してますから、はい、まあ比較的ね、比較的というかもうだいぶ有利には戦いますよね。そうですよね、はい、しかもあの2位と3位がね直対してるんで、2人とも大きくポイント伸ばしてくることはそうそう考えづらいですからね。確かに、まあなのでこんがり焼けたパン屋さんがこんがり焼いてくるんじゃないですかですね、はい、ちょっとまあ、かなり宅組的にはそうですね、はい、あのここまで頑張って直近を作ったおかげでだいぶ楽になってますよね、いい位置に、はい、そして井出はここは大きく狙っているでしょうか。そうですね、あの井出プロはね、とにかく今日どんくらいかな、今日1日で、まあ、60ぐらいのプラスは目安にしてると思うんで、うん、まあ役満が狙える手はもう積極的にね狙ってくるでしょうね、はい、九州なんかも流したりはせず、そうですね、あのトイスワンコイシャンテンのポンテンも取らずみたいな形で攻めてくるとは思うんですけども、森下ペーチャー、はい、大変なのは西島さんですよね。西島は苦しいポイント状況なんですよね、はい、今しかもね、なんかターゲットが同卓じゃないんで全て別卓なんでね、はい、なのでまあ一生懸命頑張って今日50ぐらい浮く以外に50ぐらい浮いて他のお宅の結果待ちみたいになっちゃうんでね。そうですね、はい、14位までの3名がね高級となるんですが、はい、まあ、その1個上の立川のポイントはマイナス45ポイントと、そうですね、まあ、ちょっと離れてますもんね。そうですね、でその上の中川プロがマイナス27ですから、はい、
まあ、立川プロも浮いて来られるとね、西島さんとしては相当きついですからね、うん、まあ、ここは結構戦い方難しいですね、西島も。そうですね、これで天敗ですね。イスマンリーチに行きました。石綿、はい、イーマンが1枚2ですか。はい、トコメのイーマン2枚あります。スーマンは残っていません。西島、そして森下、ここはどうですか、石綿のリーチ。うん、親のリーチになると戦いづらいですけどね。うん、まあ、ただ手になればね、さっきも言った通り20ポイント勝ってる方なので早めに勝負かけるのもあるんですけどね。ただこの手格好だとね。そうですね、カンチーピン3枚切れですもんね。うん、ドラパーピン、ちょっと森下は今回は厳しいか。まあまあ順当にシャアで良さそうですけどね。もうシャアも残すと。あ、完全にってことですか。ここは石綿の上がり、リーチピン普通もイーペーコー2600オールのつも上がり、はい、この瞬間逆転しましたね。はあ、もうこのタクはもう本当この2位3位の争いは目まぐるしい戦いになってきそうですね。そうですね。はい、あ、本日は普段なら4択ここにね全員いるということなんですが、全員押し込めてやってるんですけどね。はい、押し込めずに、はい、今回は2択で、はい、広々と。あの奥の屏風かっこいいですね。屏風っていうのかな、うん、なんかなんていうんですかね、鳳凰、鳳凰ですよね、はい、まあ、A1 とかでも使ってるやつですかね、あれね。はい、こちらは別宅の様子、今こねてる最中ですかね。こねてる最中ですね、おそらく一時発酵中とかなんですかね。まああのちょっとね、3時間後ぐらいにちょっと焼きの工程に入ると思うんでね、はい、ちょっと焼きがどうなってるかもね、はい、気になると思いますが、これは別会場の様子っていうのは3回終わるまで入ってこないんですかね。いや、どうなんですかね、ちょっと途中途中でもしかしたら入ってくるのかもしれないですけど、まあ、ただね、友武さんとか荒さんがよっぽど大きいトップ取らない限りは上位争いには食い込んでこないと思うので。そうですね、まあ、よっぽど大きいトップ取れば情報入ってくるんでしょうね、きっとね。そうですね、あのもし入ればすぐにお伝えしようと思いますので。これすごいですよね。1回戦目友達さんがプラス40のトップ取りましたとか言うと非常にややこしくなりますからね。でもちょっとなんか友達ありそうじゃないですか。まあまあね、あの人トップ取るときでかいですからね。はい、大きいトップ、ね、最近めったに見ないけどね。はい、ただたまにトップ来ると大きいですからね。イデはちゃんと三色、うん、ドラドラですね。そして中央をポンしてテンパを入れたのは石綿リャングーピン待ち、これも早いテンパになりました。うん、今のところ石綿さんのね軽快なさばきが、はい、そうですね。ただ西島いいシャンテン、はい、西島さんはテンパったら勝負いくでしょうね。そうですよね、はい、基本的に攻め屋のタイプではないんだけど、はい、西島さんはね今日はもう攻めるしかない立場の人なんで、攻めるしかないと現状維持がね全く意味がないので。リャンピン山に4枚残っている森下はリャン蔵切り、はい、ここはもうまたちょっと我慢のスタートになってますね、はい、西島いいシャンテン、森下は下茶の親が仕掛けを入れて受けに回っています。うん、イデはドラドラ目いっぱい構えますか。ナンは、うん、そうですね、目いっぱい行きたいですよね。はい、切っていきました。うん、これで3色、はい、イデプロは1回戦目沈んで森下石綿どちらかがトップ取るようだと、うん、うん、その後はまあ、消化試合っぽくなりそうなので1回戦目から勝負かけるしかないですね。なるほど、はい、これは勝負いきますね、はい、これはリーチに行きました。西島スッチーマン待ち、そしてそのドラですね、ドラをポンしたのはイデ、いいシャンテン、
マンズいや西島もねここ、はい、高級はねちょっとやってないってところですよね、うん、あ、そうそう強くいきましたね。きました。そしてイデもここで選択、もうパーソーいくんじゃないですかね。パーソー切っていった、はい、ロビン、今リアンウィンスか今のところ、はい、どちらも4枚です。山には4枚、うん、でもいいシャンテン、リアンピン、うん、石綿の上がり、はい、チュン1500は1800の上がり、まあよく裾を押しましたよね。そうですね、はい、自身の目からはかなり枚数も見えていましたが、ね、あの西島さんのトータルポイントをみんな知ってスタートしてますから西島さんのドラの流派切りリーチがね、はい、安いはずがないので、ね、ですよね。白鳥が何かを上がっていましたね。白鳥プロもね出足良かったんですけど ね後半ちょっと、ね、2節連続でマイナスマイナスと、はい、いう結果にはなっていますが、まあ、ただね、はい、あのまあ変な話ですけど、ここ昇級できなくても後期で昇級すればねスタートライン一緒になりますからね。そうですね、はい、まあ、この前期で昇級した人は半期休んで、そうですね、はい、次の38期の A2 リーグに出るということになります。まあ今期はね実績ある人たちが上位を占めてますよね、はい、そんな中で森下が、はい、まあ県多いですからね。そうですね、まあ、一人頑張ってるっていう感じですかね現状ね、まあ、柴田プロもね元10段の柴田プロもプラスにはいますけど、まあ昇級にはだいぶ厳しいですからね、まあ、昇級となるとやはりこの森下、そうですね、はい、なんかね返り咲きだけっていうよりはやっぱり初の A リーグっていう人がね一、はい、人ぐらいはやっぱり1年間でいてほしいですからね。これでいいシャンテン、はい、まあ、ただねこれ16分の2の争いなんでねなかなかやっぱりある程度やっぱり実力だけじゃなくてね、はい、運も必要になってくるので、いやそうですよね、はい、あの昇級のチャンスは毎回は訪れないのでね、はい、やっぱりチャンスある時はものにしておきたいのはみんな一緒ですよね。そうなんですよね、もう本当、まあね、解説でいらっしゃってた藤島さんとかもおっしゃってたんですけど、はい、結構このリーグにいることも大事だと、もう耐える説ももちろんあるから、はい、このリーグに残ってチャンスが来た時に昇級するみたいな。そうですね、3ピンポンして仕掛けていったのは石綿、はい、もう積極的にさばいてきますね、はい、今日はすごい積極的ですね、うん、こう石綿のスタイルだとちょっとまあ何ですか、そこまで攻撃的にね全部攻めるっていうよりも、まあ、ただ打点勝負のタイプではないのでやっぱりあの軽快なさばきの方が持ち味ですから、はい、あ、じゃあやっぱりこういう仕掛けとかも、まあ、ただ今日は作戦じゃないですかある程度ね、ある程度あの重い人たちが今日はメンバー揃ってますんで、はいはいはい、しかも井出プロとね西島プロは今日は叩きに来るのが見えてるのでやっぱり手を作るじゃないですか、はい、とスピードでもう一気に押し切ってやろうっていう感じなんじゃないですかね。なるほど、森下はこの仕掛けをされるとね上茶にいてやりづらいですよね、この座順だとね、親番じゃなければまだ比較的ねちょっと打点は読めないし、ね、基本的にあの一撃一撃が重いタイプの打ち出てはないので石渡プロがね、はいはい、なのでまあ小型対小型だったらねある程度強くいけると思うんですけど、ただ相手が親だとね、そうですね、今回はというか石綿の親が終わるまではちょっとなんか
自由には打ちづらいですね、はい、ただここで西島が天敗を入れてリーチに行きました。ウッパーマン町、リーグ戦形式はね、ポイント持ってる人だった時有利ですよね、はい、やっぱりね、はい、西島さんのリーチもね、9万数万って綺麗に並んでて、ウッパーマンですよって川が言ってますもんね、ドラチマンでねまあよくある間、まあ、4件ってやつですけど、はい、ただ今日のにだからなんでしょうね、フラットな状況ならね、意外とマンズの上目ドラチマンですけど安いので、闇店で拾いに行く手もあるんですけど、今日はもうそういうわけにいかないんでね。そうですね、はい、ポイント状況がそれをちょっと許さないかなと、うん、パーマが1枚、そうですね、1枚になりました、はい、1枚残っている西島、はい、ただこのリーチを受けるとね、あの石渡さんと森下プロは非常に攻めづらいので、テンパ入りましたね、カンチーピンでテンパ入れました、親なくなった、石渡はパーマンはなくなった、ただイデプロテンパれば勝負ですね、ドラチーピンだ、石渡の上がり、タンヤを500は700オール、うん、西島は2連続、はい、そうね、はいただこれを繰り返していくしかないですからね、そうですよね、もう、はい、そして白鳥が仕掛けを3つ入れて、はい、ね、はい、3つ入れてどうなってるんでしょうかね、でもあれですかね、3つ入れて藤原さんのリーチ食らったかと思いましたけど、どうも違いますね、藤原さんがリーチした後押し返してる感じですかね、なるほど、確かに、まあまあ、ニヒラプロも今チュンアンコでちょっと悩んでましたけど、はい、だいぶ余裕あるんでね、あの藤原さんと白鳥プロがやり合ってくれるなら、うんうんうん、コート紙でゆったり見てても良さそうですけどね、そうですね、左端に何かが石渡手がいい、入れはトンガ統一です、じゃあ西島こういう手はもう一気に打点も見ていきますか、うん、そうですね、ああ3色までついたら6000オールまでありますね、いやー6000オールはちょっと大きく森下をね、一時的ではありますが、うん、まあそうですね、こう石渡さんのこの局での6000オールはね、3人ともげんなりしますね、はい、げんなりしますね、まあ、いでもかなり厳しくなりますもんね、そうですね、現状でも結構厳しいですからね、かまだ上1回もやってないんでね、現状でも厳しい、うーん、スーアンコウ、西島とかもあるのか、いや、まあ今1枚切れずつ、うーん、あー、イーマンまだ出ない、あ、これでイーマンのポンは、うん、どうでしょうね、どうなんですかね、イーマンポンすると逆に形若干悪くなり、まあ、手は進むんでしょうけどね、形が若干悪くなりそうですけど、こちらですね、うん、森下はピンズが多い、ただただ森下プロのは現状打点云々よりもまずね、はい、石渡さんの親を終わらしたいでしょうけど、この親をなんとか、はい、これで今の方はないかな、はい、いいシャンテンになりました、西島、ただなお高手だから、ちょっと仕掛けはしづらいね、安いもんね、なくと、そうですね、石渡いいシャンテン、はい、ドラドラ、とりあえず6000オールは今のところなくなりましたか、そうですね、でもちょっと万眼球になる可能性もまだありますもんね、はい、あ、これでどうする選択、まあ、三面ちゃんに取る方普通ですけどね、まあ、リーチはいきますね、どっちにとっても、あ、ここは両面にしましたね、スッチーピン待ちでリーチは石渡、打点よりも上がりやすさってことですか、はい、そうです
ね、4枚持たれているので山には残り3枚です。森下ここで、はい、ドラの仕掛けイーシャンテン、西島さんもね、3枚切れになっちゃったから、3枚見えになっちゃったからね、戦いづらいですね。ああ森下目いっぱいチュンカイーシャンテン、そうですね、こちらの手配アチューン。森下も力が入る、はい、パーピン引いちゃうときついね、はい、あーすまん、うん、まあただね、まあ、ここはね、はい、ウーピンを切らなければ、ウーピン切ってリーチしなければ仕掛けが入ってないんで、はい、これがないですからね。あ西島はこれで少し、あこれはシャンポンですかね、テンパイ入れました、はい、森下チーピンと初のシャンポン待ち。まあ、本当はね、あの現物に受けたかったんでしょうけど、うーん初1枚ただ山に残ってますね。チーピンも1枚、はい、スーピン食い流すと、あなんと、うん、ただ入れっぽいくならスーピンですね、これ。ああ我慢しましたか。これでチーピン1枚なんでね、石渡もチーピン1枚、森下は初とチーピンなんで初1枚分ちょっと有利ですね。おう森下プロも3ピン感ありましたけどね。あそっか本当だ、あのリンシャン積もで直撃扱いになりますからね。そうですね、ただそれをしてリンシャンで積もれないとスーピン積もられてたんで、まあ、正解は正解なんですよね。なるほど、そうですね、そう言われればこのルールは、うん、このルールはね、あのカンドラも増えませんし、リンシャンで積もると直撃扱いになります。そうですね、責任払いになりますから。仕掛けを入れました西島、テンパイですね、はい、ここイーマンがないとウーマンのシャンポン待ち、はい、イーマンが見えて2枚ぐらいですからね、はい、ハローピン、あちーピンは大丈夫か、中筋ですもんね、はい、ローピンは中筋の牌、あーただ最後の1枚のチーピン積もったのは石渡です。リーチピン普通もドラ1 2600は3000オール、日給じゃない、失礼しました今大体で言ってみた、大体で言いましたね、大体ね、ちょっとあーちょっと恥ずかしい、はい、いい線言ってる、はいこちらは白鳥が3万5000点のトップ目、はい、藤原さんが結構沈まされてますか。うーん藤原は1回戦沈むとちょっと、まあただニヒラプロが浮いてるわけじゃないのでまだね、本当ですね、はい、これでニヒラプロに浮かれて自信が出すとかだと、うーんもうだいぶきついですね。1回戦トン2局4本馬石渡の親番ドラはウーピンです、うん、これ西島さんがいいですね、西島、はい、これまだ石渡さんしか上がってない、そうですね、ああ最初から鬼渡モードが出てますね、鬼渡モードがいい手ですね西島、はい、これ現状結構開きましたね、そうですね、26ポイントの、まあ、38ポイントプラスですか、はい、もう二平にも届く勢いと、そうですね、なっております。石渡うわ手が進む、うん、まあ、たださすがにここはね、ここはただ西島がドラドラでこの手配ですからね、はい、ちょっとしかも伊藤プロもね、やくやく本一で動ける形なので、あーいいとこ引いた、いいシャンテン、この状況で伊藤プロがね、かなり露骨に想像やってますんで、石渡さんがどこまで想像しますかね。そうですね、
うん、現状あの、はい、イデプロに泣かれても石渡さんとしてはね痛くも痒くもないといえばないんですけど、自分の手が良ければねできれば泣かしてあのイデプロの手進めさせるの嫌ですけど、まあ、このくらいであればね泣かれる分には全然でしょうけど、宝珠は嫌だけどね、さすがに嫌ですね、宝珠はちょっと、はい、ただ石渡も手進んでますもんね。あ、これで9ピンから、うん、はい、いいシャンテン入れ白をポンしています。西島はドラドラいいシャンテン、ドラね、ウーピンもまだ1枚残ってる、うん、いや、もう石田プロは厳しくなって厳しいですね、この曲はね。4と1、うわ、いいシャンテン、はい、うん、一応いい漫画にしましたか。そうですね、まあ、現状ねあの、はい、出てきた流派が2枚切れの流派なので、うん、まあ、まだ天敗じゃないかなっていう雰囲気はあると思うんですけど、森下も嘘を切ってますもんね、はい、おそらくなので一瞬ね数層から先に行こうかどうか迷いましたけど、まあ、これは数層になるか、うん、はい、ポンしてカンパッソーテンパイは入れ、これがね、あのパーソー、ね、パーソー、はい、入れの上がり、はい、白本一、石渡さんのところはね自分がどうしても上がりたい手配の時は数層はまだギリギリまで絞るんですけど、まあ、この曲はね放銃しないことの方が大事っていうことで、泣かれるのはやむなしでしたね。まあ、一巡切り遅れれば当たり前でしたからね、補充になってましたもんね、はいはい、長い石渡の親を終わらせたのはいいで、はい、3900は5100の上がりでした。ストーン3曲、いでの親バンドラは3ピン、まあまあですか、はい、まあ一目つもないですからねちょっとまあまあともいいまあこれよりはいいね、これよりはいい、確かに確かにちょっと、はい、今の手もらったらげんなりしてきちゃいますもんね。石渡ペーチャでペーが統一、はい、今日はちょっとね放送度が今のところ長くなってるんで、うん、あの最終戦はねあのおなじみ の, おなじみ の, あの B リーグはねあの最終戦同時スタートになりますので、はい、これはよその会場の2択とかは結構待たなきゃないかもしれないですね、3回終わってね。そうですね、うん、一応3回終わった時点であの全員のスコアが出て、はい、全部全員が把握してから最終戦スタートっていうことになりますから、面白いね。いや3回であの別会場でね、はい、友武さんが70ぐらい浮いてればね、それは大変なことになるんですけどね。ちょっと最後にこんなドラマがっていうでもまあね、はい、なかなか難しいですからね、ここまで、はい、友武さんも1年間あのね、はい、現世界チャンピオン延長になりましたからねそっか、あと森下プロも現王位がちょっと1年間延長になりましたからね。おー、ラッキー、ラッキーなのか、現王位ですね。 どうなんでしょうね、はい、ただ現王位とかのシードがもらえるわけではないのでね。あ、そうなんだ、はい、じゃあまあまあまあだからまあやった方がいいんでしょうね、やっぱりね、やれば連覇の可能性もありますからね。そうですね、はい、確かに。あ、ドラ8の3色6位、はい、西島がね国士無双に着々と、はい、ドラ切りましたからね、はい、進んでいって、うん、イレプロ8はポンですかね、 しますか。もう一個も8ですもんね。モディシと仕掛けパーピンが、うーん、これも微妙だね、微妙、先手だもんね。そうですね、現状また追い抜かされてしまったというか、はい、一旦石渡ちょっと離れちゃいましたもんね、はい、パーマンポンしなかったですね。あ、本当だ、はい、チビ1枚目だもんな。いや、なんか
一回上がりが欲しいんでしょうね。一回も上がってないんで。うーん、森下としてはここは、うん、イーシャンテン、石渡はペーチャー、はい、ドラ、ドラ3枚切れちゃうとね、森下プロの仕掛けも全く石渡さんにプレッシャー与えられないので。そうですね、まあ、ただここは一上がりでもよしという感じですか、うん、森下の立場としては、うん、あの仕掛け自体はだいぶ微妙な仕掛けですけど、はい、まあまあとにかく一回上がらないと始まらないってことでしょうね。うん、だって石渡さんの、まあ、4枚目のドラ持ってますからね、はいはい、石渡さんの目から先手見えちゃってるもんね、ほぼね。森下がウッパーマンでテンパイを入れています、はい、ウーマン2枚、パーマン1枚。ただ打点は安そうなのは周りにはちょっと分かっていると。西島国士無双でしたが、ここはあ、ペヤンコイーシャンテン、はい、進まないね。これもね、広いのはパーツを切るのが圧倒的に広いんですけど、やっぱりイデプロのポイント状況を考えるとね、トータル考えちゃうとスワンコは捨てられないと思うんですよね。ただここは親番も大事と。そうね、地層に紛れでしたか。はい、ウーマンツモは森下タイヤを300-500の上がり、はい、あのこのさばき合いになればね、やっぱキャリアもね、はい、あの力的にも石渡さんの方が圧倒的に上になるので、はい、やっぱね東海一の攻め屋はああいう仕掛けは本当はしない方がいいんでしょうけどね。ただこの一上がりがねつながっていっていい展開に持ち込めれば大正解ですから。そうですね、ちょっと今後も見てみたいですよね、はい。まあ、先ほど別宅の様子映ってましたが、はい、パン焼き上がってましたね。36,000点、まあ、37,000点くらい。早いですね。はい。ニヒラがポイントを持っていたように思います。今日はこちらですね。早く出勤して仕込みやってたんですかね。そうかもしれないですね。なるほどね。こちらの宅はトン4局西島の親番ドラは3万です。はい、なんちゃ森下は一メンツ完成。789の3色などが見える石綿、はい、まあ、しかしあのコメントは最初誰が書いたんでしょう、ね、だから曲がるたんびにこんがり焼けたとこ書いてありますもんね。そうなんですよねすごい人気だよね。はい、なんだろう、あんまりこうね真面目そうに見えるというとなんかあれですけど、あ、真面目ですよ、はい、すごく真面目なんですけどね。なんか雰囲気としてはね、はい、そういうのを感じるだけに、はい、ただねあいつね俺より喋りますからね。そうなんですね、まあ、今日はインタビューなくて助かりましたね、本当にね。もう一人で尺取りそうなんでね、 あいつのインタビューねもう俺が言うのもなんだけどね、聞いてみたかったな。めっちゃ喋りますよ、プロ連盟で俺より喋るの多分ね、ニヒラしかいないよ多分、ね、はい、そんなになんですね。そんなにですね。あ、これでイーシャンテン、こちらはドラドラ、これじゃない、これじゃない、まあ嬉しいんだけど、嬉しいは嬉しいですね、はい、でもそっかそっか、これだとリャンペイコ確定する可能性があるのからいいのかな。あ、確かにリャンペイコ、うん、形で言えばね、なんかあのチーピンとか引いてくれた方が形良かったですけどね。ですよね。そして3色確定のリーチは石綿、押せ押せですね。やはりハンゾを掴んだ、これは数層に紛れ、いや、まあただ9万から、まあ、よく回しましたね。ちょっと出てもおかしくはなかったですか。まあ、急ぎリーチがちょっと嫌だったかもしれないですね。ダリアン嘘、まだまだ残っています、はい、山に5枚、ただ親は引けないでしょう。いや、この手はちょっとから追っかけられるとちょっと嫌だね、石渡さんね。はい、今闇天なら上がれて
おそらく上がれてましたもんね、うん、まあ、ただ押せ押せに入ってる状況ですから、まあ、石橋さんの中でやみたいな選択肢がこの曲はなかったでしょうからね。そうですね。あ、嘘、これは無理か、止まらない、うん、石渡の上がり、リーチピンフ3色7700、はい、西島もドラドラリャンペイコーも見えるという、まあまあ引けないですよね、はい、手配から、はい、スーソー切ってるからウーピンから切る手も中途半端になりそうなので、行くならつまみですよね。そうですよね。もうなんか藤原さんのテンションが下がってます、ね、そうですね、まあ下がってしまいますよね。そうですね、同卓の、まあ、西浦プロにだけは浮かしちゃダメな立場ですからね、藤原さんはね。はい、難入となりました、はい、森下の親バンドラチーソーマンズで一メンツ。いや、これはまあ一回戦、まあでもあれですよね、多分立場が逆になるぐらいですよね。20ポイントリードしてスタートしたのは、まあ、20ポイント追っかけるぐらいの立場に変わるぐらいなので、まだまだ全然ね、あれですけど、はい、ただここ厳しいポジションになってるの西島ですよね。きついですね。はい、もうどんどんこうね、最高齢ですからね。あ、73歳ですか、ね、松田さんのおじいちゃんと同じぐらいじゃない。そうですねそう言われてみれば、でもなんかこう若々しすぎてちょっと比べられないですよね。本当元気ですよね。ソフトはさすがに世界大会2回ぐらいご一緒しましたけどね、英語ペラペラでかっこいいんですよね。かっこいい英語ペラペラはちょっとポイント高すぎませんね。なんかめちゃめちゃかっこよかった。あのガースとジェイもベラベラでしたよ。え、まあ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 、まあ、見たらわかります。あ、わかります。大体わかります。大体大体ですけどね。はい。どうでしょうか。シャーチャでいいでシャー統一ですが、はい、イデプロはね、とりあえず浮いて終わりたいって状況じゃないんで難しいね。本当受けば OK じゃないですからね。最終節はね、はい、森下も考えます。ローソーバトラビキに備えたいっていう感じですかね。ドラチーソーどうなんでしょうね。広く打つ手もありますけど、まあね、東海一の攻め屋を名乗ってる以上は高く高く持っていかなきゃダメなのかな。わかんないですけどね。東海一、はい、僕はちっちゃいんでローソー切っちゃいますけど、ね、まあローソー切るのがなんていうんですかね、切る人が多いという、まあ、一番広いは広いですよね、はい、ただドラ引いてきちゃったらもう使い道がないんで切るしかないですよね。そういった意味ではこう石渡とはちょっと対照的な戦術というか、あ、井出が仕掛けていきました、急走、これは3枚目の急走でしたね、はい、今の石渡さんの急走不思議だね。パーソー切れてないもんね。そうですね、ドラチーソー使いたいなっていう感じではあるんですが、ね、2走切りは分かりますけど急走はなさそうですけどね。あ、プレッシャーかけに行きましたか。なるほど、こういう仕掛けリーチ入ると怖いですけどね。うん、怖いね。いや怖いですけどここは行く。石渡はもう森下の親はちょっとウーピン泣いた以上意地を張りましたけど、はい、あの仕掛けに対して上茶でね、はい、親があリーチ3ピン、いやこの3ピン山にない石渡押し切れれば、あの下茶がチラッと映った瞬間に山にいなかったですそうなんです、もうすぐないのが分かる。いやただ押し切れないでしょう。いや押し切れないですけどね。パーピンは筋ですね、はい、ウーピン泣いてますからね、はい、
入れも7、8、9、3色もあるイーシャンテンではありましたが、まあ一旦チュンから、うん、まあ入れプロもね、まあぶっちゃけ現状沈んでくれてる当初の一番のターゲットの森下プロの親のリーチなんで、上がらせたくないから行く手もありますよね。あ、これでも行きますか。ローピン、キューピン、3ピンは通ってない。ローピン切りづらいね、だいぶ。ただ行くと思うんですけどもね。キューピンの打点欲しいですからね。方だとダブルワンチャンスと。ローピン打たれてたら石本さん危なかったね、多分ね。あ、危ない、確かに。これでシャーと数万のシャンポン待ちで入れが転敗入れています。数万はない、はい、シャーが残ってますね。もう数万上がれないですからね。あ、そうですね、はい、知ってる、焼くないと上がれないからね。シャー茶の仕掛けでしたね、これ、はい、3色もなくなってました。これシャー茶の仕掛けじゃなかったらびっくりしますけどね。そうですね、ちょっとむむって3色もなくなっていました。シャーのみで上がれます。2枚、ローマン通ったんで石渡3点牌取れる可能性が、はい、イーシャンテン石渡3度も数字ですからね。チーマン、うん、あ、受けた。まあまあローピンじゃなくてね、キューピン打った以上でしょうね。うん、となるとテンパイ連チャンはできそうですか、森下。石渡さんの方ですかね。石渡も、うん、ローマンにくっつけられると強いか可能性も、あ、強くはないね。連チャンはできそうかな。これでチーマンもなくなって、そうですね、パーマンもない。まあ、だいたい連チャンはできそうになっています。はい、天敗クリテンのスーソー、いいスーソー、はい、スーソーもいるね。まあ、ただツマパンがね、ツマパンがないですよね。ないんで、西島は安全そうな牌を、そうね、まあ、そうついてない時よくあるよね、こういう状況ね。誰の当たり牌も持ってないんだけどね、でも切る牌がないみたいな。はい、ということで内局森下、はい、石渡の2人転牌での流局です。はい、鬼平がまあ若干展望伸ばしていますね。3三局連チャン中ですかね。ここっていうか、はい、ただ白鳥1ピンの感してます。何ですかね、何でしょうね、何ですかね。まあ白鳥プロも今回プラス 1.6 ですからね、うん、もうとにかく今日は腕振る状況ですから、まあ下がほとんどないですからね。鬼平大変驚い状態。そうですね、柴田がリーチを入れてるとドラとイーマンのシャンポン持ち、うん、ただあのウッパマンの伸びたん闇天に構えられるくらいやっぱ余裕持たれるときついね、やっぱね。やっぱこれが 展望というかね、このここまでの、ね、はい、トータルポイントですよね。積み上げた貯金で悠々自適とね、悠々自適、セレブなパン屋、セレブあんまり聞いたことないね。なんかパン屋さんセレブなのちょっと嫌ですけどね、なんかね、はい、ただまあね、このリーグ戦では鬼平が、そうね、はい、まあでもね、いや、まだ賞金決めてないですけど、予想よりずいぶんかかりましたよね。どうせすぐ帰ってくんだろうと思ってましたけどね。確かに33期34期と、まあ、ちょっと成績が振るわず、そうね、まあ常になんかプラスの方にはいたと思うんですけど、はいはい、あんまりね最後まで賞金争い噛んでたイメージがないので、うん、まあこの5回目の B1 リーグ、高級して5回目の B1 リーグでもうちょっとかなり現実的にね賞金が見える、そうね、位置での最終節を迎えています。はい、まあだからね、トモさんとか原さんも苦しんでる、うん、そうですね、ことを考えるとやっぱりね、あのそう鬼平クラスでもそんなにそんなしょっちゅうチャンスが来るわけじゃないので、まあ、チャンスが来るまでやっぱりね、はい、8分の1昇級は我慢するしかないですよね。
で、この8分の1クリアするとまた8分の1が待ってますからね2連続で、はい、A2 も16分の12ですからね。はい、入れプロのところがだいぶチャンスですけど、ただ森下も親番でイーシャンテン、ドラがナン、こちらもドラのナンが浮いてるんですよね。うん、イデはイーシャンテン、うーナン、テンパッタ、ナンを切ってのリーチ、スチーマン、かなりあります。3枚持たれているだけ、1枚切れで残り山に4枚です。積もると浮いてきますね、まあ、瞬間ですけどね、まあ、ここ浮き大きいですもんね。そうですね、逆に石渡さんは浮かせたくないけど、はい、このリーチには向かいづらいな。ドラ3枚切られましたが、まあ、自身もまあチャンス手のいいシャンテンというか、うん、まあただあの形なら勝負いきそうだね。うん、そうね、逆に言うと積もられる方が嫌かもしれないもんね。うわ、これはね、この天敗、まあまあ一旦チーソーは行くと思うんですけどね。あ、行かない。あららら、あ、ロピン取ったんですか。もちろん、ああ慎重だね、はい、うん、そうですね、入れが来てくれるかなっていうこともあるんですかね。うーん、まあ、押してます。 もちろんこの手ですからね、押してはくれますもんね。うわ、入れ任せたってことですか。いや、余計なら引いたね。あ、ただチーマン重なる可能性あるのか。あります。あ、ただこれでチーマンなる可能性がなくなったか。せめて数万重なればいいですけどね。数万重なればいいです。数万は3枚残ってますからね。3色は崩れますけどね、はい、はい、パーマンもパーマン引いたらダメでしょ。ダメですよね。スチマン待ちのリーチが入ってますからね。これででもなくなりました、パーマン。あなるほど、はい、ってことは単品3色はテンパらないってことですね。単品3色はちょっとテンパイはちょっと7も8もないんで、はい、はい、ってことは3重なるか4重なるかですか。はい、ただパーマン通ったんでね、両枚引けばパーマン打ちになりますからね。そうですよね。あとテンパイですね、一気通貫ピンフ、あ、チーソー短期を選択です。うーん、チーソーは山にない。ただ数万も減ってますね。1枚減って山に残り2枚。痛いねこれ。ああ、まあ小さい実際入り目なんですけどね。はい、難しかったですね。あの2人とも浮いてる状態とかの時にはやっぱりあの直撃が嫌なので、はい、積もられるのはしょうがないけど直撃嫌だっていうのがあの一つの考え方なんですけど、森下プロが沈んでる場合にはね、積もって浮かれて出上がりで浮かないケースがよくあるので、まあ、この状況だとね、宝珠よりも多分上がり逃しの方が痛い局面ではあると思うんですよね。難しかったですね。難しいですね、うん、だからあのテンローピン最初はアンコウトシの1面目打った時に、はい、チーソーローピンが通った以上ローピンが将来打てるわけですから、チーソー打ってね、ウーマン短期うっかり積もうとか狙えば、ていうか柴田君がすごいってテンパってね、あれ、え、本当だ。ちょっとニヒラが4万7千点持っていることに驚きを。あれはメンホンチャンタうんたらかんたらだね。メンホンチャンタなんドラ1、ドラ1何点あれ、メンホンちゃんと何点、羽万くらいはありそうですけど、とりあえず打っても羽万、急ピン積もれば今んですね、はい、まあ、ただ4万7000持ってれば、まあ、正直羽万打ってもって感じですか。うん、藤原さんが1万9000だもんね、うん、まあ羽万打っても
OK とは言いませんけど、あれも打っても大丈夫ですね。うん、今のところビークともしないやる。テンパイが入れば、ニヒラも勝負か。うん、いやすごいな、この曲。あれどこまで気配入れてんだろうね。確かに。しかも、自敗2つアンコリコちゃんとなるのに、ハクタ初2枚ずつ切ってるもんね、あれね。はい。あ、トン切った。ただピンズは余ってないんだね。そうですね。ニヒラウッパ、ピンテンパイ、これ上がったら大きいな。太陽ドラ1。白鳥の上がりでした、うん、なんか一気に盛り下がりましたね、はい、盛り下がりましたはい、一回戦内局、森下の刃連チャン中に本場でストライソすで、はい、に仕掛け入ってますね。森下白をポンしてこの形ドラ引いたところ、清田君2本ありますからね、ドラ切っても良かったですけど、もう安いのバレるのが嫌だってことですか。ただ石渡天杯カンチーマン、あーでも森下プロもあの捨て牌見ると相当ハイパイ悪かったんでしょうね、はい、まあここまでなんとか来たって感じなんでしょうねだいぶ育ってきてはいるっていう感じですか。井出、うん、は順統一、はい、チーマンって全山だよ。全山、チーマン全山、本当ですね。ああここは教託2本あるからどうかな。両目に変わっても石尾さん闇天かな。闇天じゃないですか。両目引くとちょっと力士行きたくなるかもしれないですけどね、三面ちゃんになるとね。確かに。ああ、これで森下もいいシャンテン、これスーマンになりますね。ドラにくっつくとちゃんたまでありますもんね。ああ、これで町変えましたね、両ウーマンに食い伸ばしの形。そしてそのパーマンポンしてテンパイ6球ピン。あ、仕掛けていった井出、いいシャンテン。まあ、リャウーマンの方が強いですね。6球ピンはちょっと薄い。6球ピン3枚。このあ、チュンポンできた、はい、数万チーからの間違いって相当やりづらいけどね。うーん、これ上がったら見事なさばきですね。ちょっと俺にはできないな、あれは。確かに面前でもね、まあ間違いは変わる可能性もあるしっていうところでしたが、井出の上がりになりました。はい、まあ、これなら石渡さんとしてはね大差ないですよね、はい、もう親をさばきに行ってるわけですから、井出くんが上がってくれるんなら OK と。順の上がりでした、はい、こちらは別宅ですね、はい、オーラスを迎えています。うわ、現状白鳥にヒラが浮いている状況でのオーラス、はい、はい、もうニヒラプロは盤石じゃないですか。盤石も盤石かもしれない。これで150近くまでいきますもんね、うん、かなり離しますね。まあ、あの受けの強いニヒラプロっていうことを考えると、まあ盤石のような気しますね。まあ、まだ分からないですが、かなり。そうね、はい、ちょっとね、材料が入ってこないとこあるかもしれないですからね。ちょっと入荷がまだですみたいな ね。ちょっと、今道路がみたいな。ちょっと渋滞してまして。はい、西島いいシャンテン、はい、いやただ高い手、ね、上がりたいですよね、3300点持ち。そうですね、でもあんまり離されちゃうとね、やることなくなっちゃいますからね、この後ちょっと。うん、まあ、ただね、どうやってもあの同卓者と競ってるわけではないので、はい、もしかして現状維持で残留できる可能性がないわけではないのでね。西島ですね。そうですね、もう、まあ、なので本当に厳しくなっても最後の最後までね、はい、あの1ポイントでも稼ぐしかないとは思うので。ただ3回終わった時点でね、あの分かっちゃいますからね、電卓 の、 あの成績が分かりますのでそこでもしかしたら本当にやることなくなっちゃう可能性はありますけどもね。はあ、広くは取らないと。そうですね、一気通貫とか、まあ、
まあ、あのキューピン切手の率はないんですけど、はい、まあ、1、2、3か2、3に決められないってことですよね。拍手かけていきました。ペーチャ森下、うん、森下プロは浮きたいもんね。ただ、うん、そっか、この石形さんの親番をさばくのにどれだけ価値があるかは分かんないですけど、まあただね、ここで4000オールとか引かれるとまたまた浮くのも大変になるし、差はいっぱい広がるしですからね。そうですね。あ、ただ石綿いいシャンテンローピンから、ローピンから行ったってことはいい数層悪くないってことですか。トロヒョウにはいい数層なんだよね。あの二度受け嫌な人いっぱいいると思うんですけどね。嫌だなって思っちゃうんですけどね、つい。ただ嫌だなっていう気持ちがちょっとあるから、あのパーソーから行こうかローソーから行こうか迷ったんでしょうね。テンパイです。取らず、うーん、リテンジサズですかね。そうね、ドラの方ですか。まあただキューピンも3枚4、あ、キューピン4枚見えてますね。これでまあ、テンパイ取っておいてもよかったですけどね。ドラか1、2、3の手代わりみたいなね、はい、ではまともんないですね。ちょっとこの順目でこの手形は、うん、仕掛けも入ってますしね、はい、石綿いいシャンテンでもなかなか手が進んできません。なおは2枚切れなんで安全牌候補でしょう、はい、うわ、テンパんないね、森下プロね。なかなか、はい、こうなってくるとね、上下の関係でも西島さんが相当厳しいので、打点のある手しか多分前に出てこないみたいなところがあると思うんで、はい、これでいきますか、はい。サブロッソリーチに行ったのは西島、はい、なので森下プロの仕掛けに対してなかなか簡単に流してくれなかったですもんね。そうですね、ま、席順も結構大事になってきてますね、うん、うわ、これどうすんだろう。あ、いいそう、現物3万しかないけど3万抜くわけにいかないね。いいそうか、スーピンショックですか、うん、どっちか行けたらいいなって感じですよ。いや、行くしかないんじゃないですかね。いや3番抜いても次続かないんでは形悪くなってひどいもんね。そうですね、ピンズ下は全く見えてない、どうする、うん、ただローピンウーピンの切れ具合からいってスッチピンはなさそうなので、そうですね、イスピンがあるかどうか、イーソーの方にしました、うん、一応端っこの方ね。端っこ困った時はね、よく言いますもんね。そうね、はい、知ってる、言いそうで当たるとね、メンタンピンドライチって言われなくて済むから、ね、いや大きい、知ってました。ちょっと今知りました。危ない、ダメですよそんなことを言ったら、ね、はい、テンパイ入りました、はい、石綿、これは役はありませんね。そうね、はい、ただちょっと流局までまだだいぶあるので、どこまで頑張れますかね。結構早い段階で取っていきました。うん、まあ、この辺石綿さん独特ですよね。あの理屈だけで言うと、ここを親番キープよりは森下プロに上がらせない方が大事だと思うので、上がれない経点をこの順目で取るのはあまり得はないのが普通なんですけどもね。あの理屈だけで言うとね、この辺やっぱり独特な感覚ありますよね。なるほど。やっぱ基本的にはさばきがうまい人ってなんか独特な感性ありますよね。あ、うん、テンパった。いや、嫌でしょうけどね。あ、行かない。行かなかった。
サブロッソ2枚残っています。うわ、しかも天杯取れた。いいで、うわ、一人のお天はたまんないよこれ。これ一人のお天は、あー天パった。ロソ、あ、これはもう打てないじゃないですか、ドラウソ。あ、打たないですね。これはさすがに親番ですけど、打たないですね。まあまあまあ、そうですよね。はい、はい、ということで何二局は井出、西島、うん、森下の3人天杯での流局となりました。でも一巡ですごい、そうね、変化がありましたね。石渡さんの入れ装置は不思議だね。うん、本当打ち手のなんていうんですかね、うん、あのなんかさばきの感性っていうんでしょうね、多分ね、経験取った方が得っていうことですよね。何三局入れの親番、はい、ドラは嘘、苦しい手配、マンズで一メンツ、ピンズでも一メンツ、西島、まあ、ただ石渡さんとしては一人天杯で4000点縮まったといえば縮まったんですけども、はい、森下プロ2000点しか入ってないから、まだね、そんな浮きまで簡単じゃないですからね。そうですね、浮かしたくないですね、石渡さんとしてはね。やっぱり浮きですもんね、うん、いや、はい、森下いいシャンテンですが打点がまだ終わらせてないですから、はい、ここは、はい、そうですね、一本は京田栗一房一本、そうですね、あの白鳥さんの大好きな京田栗もあるし、はい、うほー、うわー、ビークチャンス、これはローソー切りですかね。三色もある、いや、まあ、それほど打点にこだわらないと思うんで三蔵は切れないと思うんですけどね、はいはいはい、多分ローソー切り、うわ、失礼しました。なんかリアンホパスタの受けなんか残しておきたいですけどね、なんか残したいですね、はい、違う方がちゃんとなった時ね、はい、ピンズ結構ジャントになりそうですもんね、うん、ただここはそうだよね、石渡さんだって出ると地点取ると思うんだよね、そしたらなんか広く残しておきたいような気するしますけどね。ここ上がって曲さばければ大きいもんね。ここ大きいですね、はい、で森下プロ次このままでも千二千条件とかになりますからね。はい、さあここで巣鴨の成績が入ってきました、はい、別会場ですね、別会場です、はい、はい、突然今日初めて巣鴨って言葉が出てきそうじゃないですか。巣鴨道場で何か流れてますから、はいはい、そうね、ただあの観戦はできないのでね、そうですね、はい、いけないです、皆さんちょっと見に行ってもらうわけにはいかないんですけど、うん、小松中川が、はい、猿、小松中川猿川友武この宅ですが、はいはい、1回戦目トップは、はい、中川です。中川プロ、はい、現在12位ですね、うん、マイナス26ポイントの選手です。結構安心のポジションまで行きましたかね、はい、はい、そして2着猿川、なるほど、はい、3着友武、4着小松、小松苦しいですね。あ、まあ小松プロはだから今ね放送タグでやってる西島さんと、あれ放送今どうなったの、石渡さん上がった、はい、石渡が上がってオーラスですね、はい、あっさりの上がりとなりました。まあ、あの今この高野は西島さんと同じ状況ですから、はい、もう打点作ってリーチって行くしかない状況になっちゃってるんで、まあ今日はね普通に行けばあのプラスするのも難しいですよ、やっぱり ね、うん、ちょっとのプラスが意味がないですからね。はい、じゃ あのもったいない人はダメだったんですね。もったいない人は3着スタートでした。ということでオーラスですね、はい、1回戦はオーラスを迎えております。西島の親番ドラチーピン、親番西島の手配、はい、仕掛けですね、石渡の仕掛け、ピンズ、うん、イデプロが補充したんですね、はい、はい、イデプロが、イデが3900、はい、4200の補充でした、うん、森下プロどうしますかね。まあまあこのまま沈みの2着で終わらせちゃってもまだね
トータル的にはそんな大差になるわけではないと思うんですけど、はい、3人沈みですしね、そこまでなんか大きい42、53ポイントぐらい開くとはいえ、もともと20勝ってますからね、うんうん、ってことは33ポイントぐらい、あ、結構開くねあ、じゃあ受け欲しいかもしれないけど、22点、そしてですね、2平、はい、別宅でね、ずっと打ってたと思うんですけど、はい、1回戦はプラス 22.9 の、あ、29.2 のトップで、150超えましたね、はい、いや、もう大丈夫じゃないですかね、終わっています、はい、もともと受けが強いタイプの選手ですからね、そうですね、はい、ポイント持った状態の戦い方は非常に強い選手なので、森下イシャンテン、はい、石綿はこれリャンピンポンしていますね、うん、イシャンテン、あ、終わらせに来ましたね、難ポンしたのは森下テンパイ、リャンマンとパーピンのシャンポン待ち、うん、30数ポイント差やむなしってことですか、うん、焦らず、うわ、西陣はリーチがない、あ、ドラは切らず、やっぱり少しでも打点が欲しいってことですか、そういうことですよね、石綿はピンズに、うん、ピンズというよりは多分自敗のあの辺のションパイは森下プロに切りづらいんじゃないですかね、あ、もう瞬発ですね、森下プロダブなんだもんね、だからダブナンドライチは補充しても残球なので浮かないじゃない、うんうんうん、そうですね、で浮かない手ならあの石渡プロ直撃になってもさほど今回は痛くないのでいいんですけど、例えばねチュンとか流派で打っちゃうと 5-2 のかになるじゃない可能性的に ね、 5-2 になる可能性が結構あるんで 5-2 は嫌だよと、うん、ダブナン役なんちゃらみたいなのってことですよね、はい、親番西島もテンパイ、カンローピン1枚、西田プロはパーピンないけどリャンマンが2枚、はい、イデモ、まあ、チートイツ、イーシャンテン、まあ、イレプロはしょうがないね、どこまでも浮きを目指すしかないでしょうね、まあ、浮いてもきついですけどね、もうね、そうですね、まあ一人もほぼ確定とまではいかないですけどね、そうね、ただまあ相当上に一人という感じにはなってきましたね、ドラ、うわ、もうトン初、初ってションパイだよね、初ってションパイですね、へいやー吐く、ションパイのリュガー打たれたからね今ね、いや森下もテンパイはしているんですけどね、ダブナンポンしてこの形、うん、そうね、あのこれがダブナンドライチあれば、はい、積もれば浮きじゃないですか、はい、なので勝負行く価値あったと思うんですけど、2000点の手でひたすら全部押すのは多分ね価値がないと思ったんでしょうね、これでテンパイし直した、ただ順からなりましたよね、順からです、いいで一人の手もある、テンパイできるか、貫禄ピン山に1枚、うん、はい、これがね西島さんの打点が読めないんですよね、うん、普通西島さんの仕掛けってこの局面高いんですけど、ただポンされてるリャンピンをチーしてるので、はいはい、高いとも限らないじゃない、そうですね、もうやむなくチーのケースも結構あるんでね、うん、打点は全く読めないと思いますね、上から下まで何でもある、うん、ドラがね見えてないですもんね、森下の目からは、そうね、
で石渡さんがね、三品の切りとかも早いから、はい、いまいち何やってんだかよく分かってないでしょうね。そうですね。ね、これが入って、はい、いやこれでも天杯取れたの大きいかな。そうですね。南四局は西島森下の2人天杯での流局となりました。はい、ちょっと藤原が覗きに来ています。あれは審判長ではないですね。審判長ではない。今日はちょっと違うんですね。あ、今日は選手ですね、はい、今日は藤原さんです。オーラス一本は、まあ隣の宅の人たちはちょっとげんなりですよね。もう1回戦目に西浦プロの大きいトップはね、ほぼなんかもう終戦宣言に近いもんね。うん、しかもこっちの卓もね、できればこの森下石渡っていう2人が沈んでいてくれればっていう、まだねやる気になるんでしょうけど、ところではあるんですが、石渡が大きいトップ目でオーラスを迎えています。はい、西島の仕掛け急走、はい、のポンから、まあ、こうなると本当にね、あの別宅の人たちは、はい、まあ、全員プラスからスタートしてるんですけど、まあ、何か事件が起こらない限りはもう逆転しないんで、まあね、役満とかはねちょっとありますからね、うん、こういう状況からも なんかそういう事件起こさないとね。うん、森下4戦オール3連発とかね。4戦オール3連発もかなり、いや白ポンは浮かない、切り浮かないんだね。白ポンすると上がりそうだけど、まあ、2200点必要、うん、そうね、リーチして積もって、積もればあれコットじゃないもんね、はい、700、1300は必ずあるので、いやポンはできない。 これでリーチいきますか。いやただその事件も、いやリーチいくんじゃないですかね。だって森下プロは事件を起こさなくたって逆転できますから ね、 全然ね。もうここはいやー、行きますか。これだってね、一旦3コートが狙って、いやこれうっかりウッパーマン積もっちゃったらひどいもんね。積もっても上がると思うんですけど、はい、ただシャンポンになると吐く出上がりでも浮くってことですか。リーチすればね、いやただ事件起こす道結構少ないですもんね。あ、テンパった小さ、いやリーチ行くか、一巡考えてどうですか。いやリーチ行きづらくなったんじゃないですか。いや行きづらく、パーソー余って余らせられましたからね。これじゃあ想像持ってきた時ドラとかはどうですか。森下どうするんですかね。ただリーチ打たないんであればドラとか打つ価値はないですよね。そうですよね。現在チーソー高めの数層2枚、チーソー3枚、西島、そしてウッパーマンテンパイ森下、あーリーチ、リーチ行って、はい、あの補充するなら納得ですよね。まあ、それだけこのリーチに価値がありますからね。まあ、ただ見逃すはできないでしょうからね、あまりに怖いからね。ソーズの方いつもようで、もうすでにソーズが余っている西島です。でここで西島さんに1万2000とか言われたらね、ちょっとお腹痛くなっちゃいますね。まあなんで出たら上がるんでしょうけど、はい、まあただリーチには価値がありますよね。積もれば浮き、バーマは山に4枚、スッチーソーも結構あるね。でもスッチーソー5枚山でした。スッチーソー西島の上がり本日3900、4200、はい、森下リーチ勝負いきましたが、うん、これは石渡さんがにんまりですよね。あ、これはにんまりですね。マスクで表情はね、後期は全員見えないんですが、はい、あの表情見えてもにんまりはしてないと思います。あの内心ね、内心、こっそりこっそりこっそり、はい、にんまりの上がりにはなりました。
別宅は2回戦がスタートとなっております、はい、ちいちゃ白鳥からのスタートドラドラですね。こちらが鬼平、鬼平ですか。そうですね。まあでももう余裕で流していくと思うんで安全に安全に来るんじゃないですかね、はい、そこら辺はねもう、うん、本当に事故がなければ、しかも大事故が起きなければ大丈夫ですからね。まあちょっとした事故ぐらいになる、まあ、正直言えばね子供の100万ぐらい1回積もられても行くともしないでしょうからね。確かに。ちょっと1万6千ウォルって言われるとちょっとドキドキするかもしれないですけどねそうですね。いやそろそろここは、ね、どうす、いやでもちょっと状況的にね西島の親を流す人もいないですよね。まあ石渡さんぐらいですかね。ちょっと井出森下は手作ってきますもんね。いや森下プロもね浮きが遠くなったんで終わらしに来る方が有力じゃないですかね。1400点差2着ってこと、上がれば1400点差そうですね2着、うん、上がれば2着そうですね。あ違う、井出が上がれば2着ですね。うん、井出プロは2着にそれほど価値がないのでね、うん、じゃあもう森下はもうここはいいシャンテンです、上がって終わらせましょうっていう、うん、まあ、チェーソーをなんか引いてくれればね、うん、1点が下りて3着高くなりますね。ありますからね。ただパーソアンコとかはやってないな、うんパーソアンコにしての6万のリーチは価値がないもんね全然ね、うん、ちょっとだったら闇天でローマンだけ上がれる形に取りそうですけどね。こちらですね、なんか欲しいね。そうですね、3色キューピンかローソーかですか。ロソがいいですけどね、うん、欲を言うならば9万がなくなったんだよね。これあ、これで仕掛けだ。ローマンのチーパーソート3万のシャンポン待ち天杯森下3着 OK と。そうですね、うん、まあでもこれはね結構勇気あるチーだと思いますね。はい、まあ、まあ立派じゃないですか、うんうん、なかなかチーの声出ないと思いますけどね。マンパーソー山に残り1枚ずつ、うん、まあ、ただ石渡さんのパーソーを追ってるかもしれないですよね。そうですね、うん、7700って言われない限りは石渡さんも補充しても全然 OK なので、ただくっつきました。はい、これで使える形にはなりました。石渡3万3万の方が出るんですね、はい、こっちが出ましたね、はい、森下の上がり単野を1000は1600の上がり、これでトップより石渡一人行きです。2着森下、3着井出、4着西島の並びで終了となりました。はい、続きまして2回戦です。